レトロ自販機っていうのがこの長谷川さんから出たんですよね、プラモデルの。でもう現物がね、もうこんな感じなんですよね。でその工程をね、今日はちょっとお見せしようかなと思います。たくさん本当に作りました。まあ、これを見ながらね、作っていただけたらなと思います。中はね、普通にまあこんな感じでなっております。で、初めに、することなんですけど、まずこの部分をね、パネルの部分をくり抜きます。線に沿って切っていきます。一番中側のこのラインですね。簡単なようで切りにくいんで、ちょっと注意しながら。ここがね、一番手間がかかるとこです。ゆっくり刃を通してって、これを何度もね繰り返していったら、下まで到達すると。パネルの部分はこの下敷きを使います。あとはまあ、ね、細かい部分とかを調節する感じですね。
スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。